阿蘇は七条とは、南北朝時代に北朝方の越前守護柴田高常が南朝方との抗争の中で、福井県福井市の九頭竜川、麻生川流域に構築した城塞軍の総称。単に麻生城と呼ばれる場合もある。後醍醐天皇に追われて、九州に逃れた足利高氏は、勢力を回復して闘進し、延元元年。 県武三年の港川の戦いで、新田義貞、楠木正重を破り、京都を奪還、光明天皇を擁立して、北朝を成立させた。五代醐天皇は、比叡山に逃れ、後に、吉野へ逃れて、南朝を成立させる。五代醐と共に、比叡山により、孫子と争っていた新田義貞は、越前国に下校して、金ヶ崎城、蕎麦山城を拠点として、 北朝方の柴田勝根と争った。新田勢は、平泉寺首との火星も得て、延元3年、県武5年2月の日の川の戦いで、各派生を破り、越前国府から小黒丸城に敗走させた。破れた柴田勝根は、小黒丸城を拠点として周辺に、複数の城西軍を築き、新田方に対抗した。軍機物、太平記巻20から6。 吉貞黒丸におて、合戦のことには、この時高常根が七つの城を構えたとある。またこの他にも、城西軍の総称として、明日和城と呼ぶ記述が見える。この地域の当該時期に遡る城跡は、七カ所以上、存在しており、どの城を、七城に、位置付けるかは、諸説ある。日本城郭体系十一巻は、福井藩主、松平義国の命で、 教法5年に編纂された、越前国古城跡並び館や式席の記載を引用し、とする。また、松原信之によるとする説と、とする説を挙げている。福井の歴史散歩は、としている。日田吉貞は、延元3年、県務5年5月より、明日は七条に対して、大規模な攻勢をかけた。しかし、うるう7月2日の藤島の戦いで、 藤島城に特選に向かった際に敵軍に遭遇し、東明寺縄手で戦死した。その後、弟の脇や義介が主体となって、戦闘を継続したが次第に衰え、略王四年、広告二年までに、越前全域は、柴田勝ねが掌握することとなった。ありがとうございます。